こんにちは、主のなえさんです。さっきも動画投稿したんですけど、今日は急ぎもう一本今作って音声作ったので音声を入れてます。で、今回は今は自分の左の手をなんか大きいパーツはあんまりつけたくないなと思って、外したいな的な、で爪も長くなってきたなみたいな感じでやったので、丸太を一個ベッド、はい、よしよしよしよっこいしょよしちょっと犬がいるんで今ベッドに登らしました。あら、おやすみおやすみ、はい、おやすみ、早く寝て早く眠らせる。よし、で、ちょっと待って、まあ、カメラつけられた、ちょっと、まあ、後で。で、今回はシンプルなクリアに戻したいなってことと、なんだ、チークをジェル以外のこのパウダーで、シャドーパウダーっていうのかな、これでやりたいなと思って挑戦してみました。で、本当はシールを使うべきだったかなと思ってますけど、このキラキラの星のイラストみたいな感じのも変えたかったんですけど、気づいたら変えてるっていう、いつもの手際の悪さとボンミスが始まりました。で、今はこれパーツ取ってますね。こっちの方が取りやすいやって取ったらポンと飛んでたりとかしました。で、安定の使いやすい Amazon で購入したシェービングブラシですね。男性用ひげ剃りのブラシ、結構ね、剛毛のやつの方が使いやすいかなって感覚が最近してるんですけど、普段のやつ洗うことできないんだけど、これは結構使い勝手が良くて洗うことも普通にできるので、衛生面こっちの方がいいんじゃないかなと思うけど、2つで1000円ぐらいだったので、もし気になるようだったらちょっと、Amazon で男性じゃなくてもいいのかな、シェービングブラシか何かで検索してみてください。で、今回はちょっと違うビットでオフして、で、その後に、まあ、ちょいちょい私ちょっと配信に釘付けになってたりとかしてたり多かったので、カットしたりとかしてますね。で、フォルムも飛ばしてんのかな、あとベースも飛ばして、あとはそうだな、まあ、パーツはいつも通りにくっつけて、そう、まだ使ってなかったノンワイプのディージェルさんのなんかストップっていう名前のトップジェルを使ってみました、仕上げは。で、もちろんクリアジェルで補強はしてますけど、結構ね、よく今は良きですね、ツヤがすごい、まあ、今お皿洗った後だからツヤがよく感じるのか分かんないですけど、傷は入りにくいかもしれない、クリストリオと同じぐらい。下手すれば他のねジェルとかはもう傷が入ったりしてツヤがなくなったりするんですけど、ソフトジェルの難しさはそこら辺かなと思ったりします。結構私たちネイリストとかだとね、お客さん施術をすると、カッて私はビット当てたりとか自分の爪が長くなると怒るんで、なのでこの時に入った傷はもう消えないですからね、わざわざジェルで埋めようとも思わないし、私は自分で自分の爪をあまりやろうかなみたいな感じには思わないので、時々こういう感じで月1とか月ちょっとた1ヶ月ちょっと経ってからとかなんですけど、今回はちょっと早めにやったのかな、これクリスマス前だった記憶もあるんだけど、もうじき2月ですからね、今考えるとちょっと長めにダラダラ過ごしてたかもしれないです。で、まあパーツ取ったところ
大きなパーツを取ったところ以外はがっつり浮きもなくって感じです、いつものように、なのでグラシアさんのジルは今回も大活躍で、前回もジャータイプの方を使ったんですけど、今回はボトルタイプのものをジャーに変えてるのがあったので、そのピンクのジャーに入ったタイプをベースに使いました。なので今回はどうなるかなっていうのをちょっと検証またしていくんですけど、実際私だけじゃ検証のあれにならないんで、本当は医療関係の人とかね、エタノールをよく使う方にやりたいんですけど、まあ私たちもエタノール使う業界ではいるんで、ちょっと検証と、あと何だろう、もう私の場合ちょっと今病院が多いんで、その出入り口でもエタノールビャーって使うし、半端じゃないですね、ちょっと普通のネイリストさんよりは私の場合で。ちょうど明後日かな、病院あるしって感じなんですけど、でいつもの好きな浮きのところですね、こっちが浮きが出たパーツの後のベース削り、このビットじゃないと、ドキュンの車が邪魔しに来る、これじゃないと綺麗にベースを剥がしてくれないっていうか取ってくれないので、こっちでやってます。下手したら普通のビット使ったりすると、まあ、慣れてる人はいいかもしれないですけど、こっちの方が処理は便利なんで私はこっち使ってますけど、細かくできるので、なんかどこのサイトで買ったのか本当に思い出したいんだけど思い出せないんですよね。まあ、日本でも売ってると思うんで、ちょっとWSPT さんでしたっけ、向こうとかで売ってるかちょっとどうか今は分かんないですけど、探してみてもいいと思います。まあセルフネイラーさんとかだったら、なんだっけ、シーンとかにあるかもしれないし、そういうとこ見てもいいかもしれないですね。最近はいいものあるよとか言ってみんなやってたりするんで、私も100均でよく分かんないもの買ってビットスタンドにしてたりするんで、今は例えばですけど、ブラシスタンドは私は父親が作ってくれた柱に使われてる木材をビットスタンドに作ってもらってるので、それを愛用してますね、ずっと。もうブラシ買って、立ち先生のブラシがキャップが外れるってなんかもうガーってしてて、その時期はずっと使ってて、あとねブラシをねキャップ上にするとジェルが下に流れるってことで、その防止も含めてキャップを下にしてるっていうのもあるんですよね、私の場合。やっぱりなんだろう、後から使っててなんかどんどん前の色が出てくるっていうのあんまり好きじゃないんで、でまたピットが変わって、この白いのだと雨が全部取れてしまうってなって途中で変えてしまうんですけど、あとこのコードはバッテリーはもうないですって警告来たんで、やべえと思いながら、上の方で充電しつつやってますね。なんか汚したらあれかなと思って、別に仕立ても良かったんですけど、でも右側に置くと届かないんで、普段はケーブルが集塵機とこれ浦和さんが同じワット数っていうのかな、使えるようになってるので、これで普段やってますね。で今はオニクリーンに変えてこんな感じでやってますけど、っていうか私今回めちゃくちゃ喋ってんな、おいそろそろ喋るのやめて、今9時45分過ぎなんですけども、これが終われば私はちょっとまた動画抽出しながら
10時半にはこれこれさんやってくれたらいいな的な、そろそろジャック出てこないかなっていうあれがありますけど、最近ね詐欺業者めちゃくちゃ増えてきてますからね。私も在宅のやつを申し込んだらなんかどうのこうのつって、なんだっけな、私は地方銀行じゃないと絶対契約しないですよって、この銀行じゃないとダメですよって、じゃなきゃやらないですからねってずっと言ってたら、案の定向こうのなんだろうあれ、何の内職やるとか言ってたのかな、おね、なんかなんとか様にはこれの案件が来ましたのでとか言われたけど、なんか UFJ とか三菱銀行を持ってるのが当たり前なのでとか言われて、は持ってないしとか言って、当たり前じゃないじゃんとか言って、じゃあいいです、なんか請求書だけ送りますとか言って、まあ未だに3ヶ月以上経っても来ないんでね、多分ないでしょうね、きっともう先に潰れてるかどっちかなのかなと思うけど、でもなんかこれもリクルート系で私募集されてるやつに申し込んでんで、最近在宅系とかリクルートとかそういうのはちょっと注意した方がいいかもしれないですね。もう在宅本当にやりたいんだったら、ああいうとこ行った方がいいです。まず役所に行って、なんだっけ、何かって言ったかな、生活なんとかってあるのかな確か、で支援する場所があるので、なんかタンポポとかなんとかの、まあでも障害ある方のみなのかな、私自身が障害持ってて、やっぱりネイスト とあとなんだろう、時間がある時どうしてもなんか嫌だなとか頭痛くなっちゃうとか落ち着かないタイプなんで、ちょっと性格がなので、ちょっとやりたいなと思ったんですけど、まあ結局ねああいうとこは私ちょっとなんか恋愛の揉め事にちょっとトラブルに巻き込まれるのは嫌だなっていうのがあって、いけない状態になってますけど、なんか2回ぐらいそのトラブルがあって、ちょっとあ大丈夫ですよって言われて行けなくなっちゃって、私そのままその後からスナックに働き出しましたが、どうしてもね親からもらうのは嫌だったから、で気づいたらもうケアで、角質取りと、あとねハイポが伸びすぎたので、途中からなんだ、こうやってこうやってやってるのをやってますこうやってやってるのって言い方おかしいですけど、ハイポがめちゃくちゃ伸びすぎて、昔から小学校とかそれぐらいからもうずっとそうだったんですけど、これってぶつかったら痛くて、たまにあ伸びすぎてると思うと自分でこうやって削ってしまうんですよね、癖で。なのでこうやってやってますけど、普通の人はやらないでください。なぜかというと、一応神経通ってるのと、安易に間違うと1週間ぐらい化膿しちゃったりとか剥離を起こしたりするので、私はもうあってなった瞬間に終わっちゃうので、昔から結構綿棒だったり爪楊枝になんだっけな、キッチンペーパーとかティッシュとか巻きつけて、水を少量つけてやったりとか、ちっちゃい時からやってたんで私は大丈夫ですけど、普通の人がやったりすると神経通ってるとこまでガッてやって出血する可能性もあるので、絶対に真似しないでください。でネイリストさんはできる人はできるのかな、ちょっと私は分かんないですけど、そこら辺は。でも基本やらない方がいいです。慣れてないとやっぱり次の日とか普通に痛かったりするんで、で剥離してってなったりすると良くないですからね、また成長させるのに。おう、猫さんが配信ってことはこれこれさんあるかな、10時半。まあそんなこんなで始まるっぽいので、私も音声撮り終えますよで明日が本気のまたネイルをやるんで、ちょっとねしばらく水曜日の午後お休みにしようかなと思ってて、あまりにも胸がおかしいので、で
ちょっと狭心症の疑いはちょっとなくなっちゃったんですけど、なんだっけな、膠原病とリウマチを含めた検査を大学病院で来てしてほしいってことで、それを受けなきゃいけないんですけど、大学病院の先生っていうのは向こうに合わせなきゃいけないんで、私たちが、患者側が、なのでちょっとそれも予定考えながらやらなきゃいけないし、でも2月の時点で予約がもう土日はもう消えてるので、あとは平日入るなって分かってるから、ここら辺も気をつけなきゃっていう計画を入れて、ちょっと母親にも働きすぎってことで、ちょっと一日ではないですけど、半日ぐらいはちょっとお休みをって形にしますね。で、ちゃんと病名が分かって薬が分かればまた復活って形にはなると思うので、薬吹いてないけど、あれかな、ニトロのせいなのかな、ニトロが危ないからって言ってお休みさせられるんだと思うんですけど、私は。じゃあこのまま皆さんは動画を見てもらって、やばい16分戻ってる私はこのまま消えて、コリコリさん待ちにします。じゃあ皆さんお疲れ様でした。あとはゆっくり楽しんでください。で、明日もできたら動画やろうと思うのでお待ちください。またね、バイバイ。
Thank you.
うん。